やっほー、阿部かや子です。新生活ですね。なんか早起き、私すっごく早く起きる生活を平日してるから、なんかコツみたいなものがあればなと思って、なんだろうな、やたらめったら すごいたくさん、アラームをなんか10個とか設定しない方がいいかもしれない。なんかさ、次何分になるかもう一回寝ようみたいなので、結局なんかずる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 してしまってってなっちゃうから、私はもうアラームは2回、必ず1回目で起きるけど、最悪起きられなかった時のために2回かけてるかな、10分おきに。でも1回目で起きます。なんか人って3秒、起きて3秒以内に体を起こさないと二度寝する理由を考え始めちゃうらしくて、よくわからないうちにも起きちゃうみたいなことを私はしてる。確かになんか、うわー眠いなとか思うんだけど、アラームが鳴ったらとりあえず先に体を起こしてからアラーム止めるみたいな感じかな。あとはなんか家族に協力してもらったりとかして、最初の頃さ、新生活が始まったりとかしてさ、なんか生活リズム変わっちゃうと起きられるか心配とかだったら、家族とさ、朝 LINE するとか、起きてるかどうかの確認みたいなことをするとかでもいいかもしれないなと思う。あとは楽しみな朝ごはんをちょっと前日の夕方とかに準備しといて、とか、例えばスープをさ、まあ、夜ご飯の時に飲むスープを朝もちょっと飲むとかだと楽しみに起きられるし、朝ごはんはね絶対食べた方がいい。じゃないとなんか目覚めない感じがする。朝ごはんは食べた方がいいです。何の話だっけ？あ、早く起きられるコツね。でもアラームじゃないかな。あとはなんかさ、時間になるとさ、テレビがつく設定にしたりとかもできる、テレビもあるっぽいから、そういうことをしてみるとか、もうとにかくアラームが鳴ったら、ほんと3秒以内に体を起こして、もう強制的に起きるっていう生活を私はして、遅刻はあんまりない。ないから、気合で頑張って、起きて。起きてー。起きてーっていうさ、これをさ、アラームにしてもいいよ。ちょっと恥ずかしいけど。長くなっちゃったけど、大したこと言ってないけど。気合で起きて、新生活頑張りましょうね。私も頑張って起きよう。早起きってやっぱり大事だから。頑張りましょうね。またね。